ファメーションコーチ生野です。今回前回の続きですね。前回はですね、アファメーションによって体つきが変わったりとか、病気が治ったりとか、そういったことってのはあるんですよっていう、そういう話をしました。で、前回一応話し切ったかなっていう感じではあったんですけど、もうちょっとですね、追加で話したいかなっていうふうに思うことがあるんで、それはですね、これ非常に有名な話なんですけど、ロジャー・バニスターっていうスポーツ選手がいるんですよ。いるというか、いたというか、1950年代のスポーツ選手なんですけどね。で、これは中距離走の選手で、1マイルの、走るっていう、そういう競技の選手なんですね。トラック競技なんですけど、1マイルって大体1500メートルぐらいですよね。で、その1マイルをですね、このロジャー・バニスターって人は4分切って、記録を出したというか、そういう人なわけですよね。で、これっていうのは、記録更新ということで、よくあることだねと、スポーツの世界ではよくあることだねっていう話に聞こえるかもしれませんけど、でも、意外とですね、これは多くの人に影響を与えていることなんですね。で、これどういうことかっていうと、1マイルをですね、4分切るっていうのは、これ、生理学的に見てですね、もう無理だと、そういうふうに言われてたんですよ、当時は。つまり、生理学的にってことは、もう人間の体の構造上、もう絶対無理だと。1マイル4分切って走る。いや、もうそんなん無理でしょと。人間の体でそんなことできるわけないでしょと。そういうふうに言われていたわけですよ。だけどですよ。その4分の壁をロジャー・バニスター選手は打ち破ったわけですね。で、するとどうなったかってことなんですよ、問題は。すると。どうなったかというと、4分を切る選手が続々と現れ始めたんですね。つまりこれどういうことかっていうと、それまでは、人間が4分切る。無理っていうふうに、それはもう社会通念として私常識として言われていたんで、医学的にもそうだっていうふうにもう言われてたぐらいですから。だから、いや絶対無理でしょと。多くの人はもうそういうふうにマインドブロックがかかってたんですね。だから、自分の意識のどこかで、もうちょっと頑張れたら4分切れるのに、なんかちょっとストップがかかっちゃうようなところがあって。だから、もう誰も4分の壁を切ることはできなかったんですよ。もちろんこれは意識はしませんよ、そんなことは。もちろん、なんていうのかな、みんな頑張って4分切ろうっていうふうに頑張るわけですよ、一応。でも一応頑張るんですけど、心のどこかで、いや無理だよなっていうのが、みんな持ってたんですよ。だけど、ロジャー・バニスター選手がその4分の壁を打ち破ったことによって、え、マジ？っていうふうに多くの人が思ったんですね。なんだ、4分の壁超えることできるんじゃん。え、なんだ、そういうことだったのかっていうふうに思って多くの人がですね、4分の壁を超えちゃったんですよ。だから人間の意識によって自分の行動って変わっちゃうし、で、それによって、だから病気が治ったりとか、体つき変わったりって、これ、起こりうるんですね。起こりうるっていうか、実際あるんですね、そういうことっていうのは。これは前回もお話ししましたけど、プラシーボであったりとか、ノーシーボっていうものがありましたよね。プラシーボっていうのは、薬だというふうに聞かされて、薬じゃないものを飲めば効いちゃうっていう効果ですよね。で、逆にノーシーボっていうのは、これは体に悪いよっていうふうに、もう言い聞かせて飲ましたら実際に体壊しちゃうっていう、そういう効果のことを言うんですけど、だから自分の気持ち次第で体の変化が変わっちゃうんですよ。もう体が変わっちゃうんですよ。体の中の体内変化っていうか、そういったものが起きちゃうんですよ。だから体内変化が起こるってことは当然体つきも変わってきますよね。だから日々どういう信念を持って生きてるかによって、もう最終的にその人がどういう体つきになるか、どういう健康状態になるか、そういうことが決まっちゃうわけなんですね。なので意志の力とか、自分をどういう方向性に導いていくかっていう、このまさに意識ですよね。これってすごく大事なんですよ。で、そういうものを持ってない人は、本当周りに流される人生ってことになってしまいますよね。だから、アファメーションっていう形で、改まった形ですね。言葉を唱える、聞くってことを、たとえしなかったとしても、何かしらの形で、いわゆる人生がうまくいってる人とか、何かの目標を達成した人とか、幸せになってる人ってのは、何かしらの形でアファメーションらしきものをやってるんですよ。つまり自分はこういう人生を歩むんだっていう、もう強い意志を持っていて、で、その方向に舵を切ってるわけですね。まあ、なので別にアファメーションって、まあ、やらなくてもいいというか、その、改まった形で別に、毎日言葉を聞いたりとか唱えたりとかっていうのは、しなかったとしても、意識を強く持ってたら変わるんですよ。まあ、ですけど、やっぱり、アファメーションって形でちゃんと、もう強い意識を持った方が、より効果的に自分の、まあ、人生をですね、まあ、自分の思う通りに舵を切ることができるんで、まあ、僕としてはアファメーションってすごくおすすめなんですけどね、本当ぜひやってほしいっていうふうに思ってますし、まあ、実際、このチャンネルのメッセージを聞いたことによって、自分の悩みが解消された、人生が変わった、収入が3倍に上がったとか、そういう声ってたくさんいただいてるんで、まあ、効果あるんですよ、アファメーションって。まあ、効果あるどころか、あって当たり前でしょって感じですよね。うん。まあ、だって、まあ、自分の中で意識づけするわけですからね。だから、もちろん、合う、合わないはあるんで、どうしてもこのアファメーションっていうのが、なんか合わないなっていう人もいるわけですよ。なんか呪文みたいで、なんか嫌だなっていうふうに、そういうふうに思っちゃう人っていうのはいるんで、まあ、そういう人にまでですね、別に無理して僕は、もうアファメーション絶対やらなきゃダメですよ、とは言いませんけど、でも、たとえ、アファメーションやらなかったとしても、アファメーションと同じような何かっていうのは、絶対やった方がいいですよね。うん。でないと本当、ただ単に本当周りに流されるだけど、周りに言われるがままの人生になりますよね。もう、親とか学校に言われたこととか、マスコミで言われてることをそのまま鵜呑みにしてというか、なんつうかな、それに流されるような形で、だから自分で自分の人生を操作してないじゃないですか。他人に操作されてますよね、そういう人生って。で、それでいいってんだったら別に僕はもう何も言いませんけど、まあ実際それで幸せな人もいますからね。周りに流されて、だけど幸せだよって人もいるんで、それは全然いいんですよ、それは。だけど、自分で自分の人生を構築したいなっていうふうに思ってるんだったら、まあアファメーションってすごく有効ですよね。だから僕としてはもう一押しというか、もうぜひやってくださいっていうふうに、まあおすすめはするところですけどね。で、ちなみにですね、まあ、病気を治す的な話で言うと、まあ、ちょっと本を抜粋してみたいんですけど、まあ、病は心で治すっていう本なんですけどね、まあ、リサ・ランキンさんって方が書いた本なんですけど、まあ、その中の一部をちょっと抜粋して読んでみますね。236ページです。瞑想中のチベット僧が体内で燃える炎をイメージして体温を上昇させる話を覚えているだろうか。あなたも思考の力によって生理機能を変化させられるのだ。心を鎮めれば新たな信念を受け入れやすくなる。8章で説明したリラクゼーション反応や瞑想テクニックを使ってみよう。瞑想によって心と体が生理学的にゆったりして感受性が研ぎ澄まされた状態の時にアファメーションを自分に向けて繰り返そう。私は完全で健康で何の症状もないというような、こうありたいと感じている肯定的な生命を作るのだ。その言葉を常に自分に言い聞かせよう。ってことですね。まあ、この方はお医者さんなんですけど、まあ、心で病気っていうのはまあ治るし、まあ、体つきも変わるよってことをまあ主張されているわけですよね。うん、だから、瞑想っていうのも本当有効で、瞑想って自分と向き合うってことですからね。で、現代人って特に、まあ、自分と向き合いませんからね、もう他人と比較ばっかりして、もうマスコミの情報とか、ネット上の情報とか、そういったものに常にさらされていて、自分を見失っているわけですよ。だから、定期的にですね、瞑想を行って、自分と向き合うっていうことを、まあ、した方がいいわけなんですよね。で、そうすると自分がどういうふうに生きるべきかとか、もう、自分の悩みが解消されるわけですよ。で、自分の悩みが解消されて、まあ、人生の指針がバチッと固まるわけですね。で、例えばですね、まあよく攻撃的な人とかいるじゃないですか。まあネット上とかすごく多いんですけど、まあいろんな人に対してですね、まあ絡んでいったりとか、まあアンチコメント的なことを書いたりとかする人いますよね。で、そういう人ってのは、まあ自分と向き合ってないんですよね。まあつまり、アンチコメントっていうのはこれ、まあ要は他人に対して書いてるわけですね。だから他人が気になって、で、その他人をまあ、なんていうかな、ちょっと攻撃してるというか、絡んでるというか、そういうことですよね。だから、比較なんですよ、この人の中で全てが。あいつに勝ちたいとか、あいつより俺は上だよとか、だからマウント取りたいとか、そういう発想ですよね。だから、まあ SNS とか見てたら、ちょっと調子こいたやつが、なんか上位系の写真を上げたりとかしてるじゃないですか。だから、そういうのを見ると、いや、俺の方が実はすごいんだぞ、みたいな感じで、もっとすごい写真をアップしようとしたりとか、だからそういう変なこと、変な競争っていうか変なマウント取り合戦に参加しちゃうような人がいて、で、そういう人ってのはもう本当、もう自分と向き合ってないんですね。だからそこでまあ瞑想とかして自分と向き合ってみると、まあ、なぜ自分がマウントを取ろうとしてしまうのかとか、まあ、なぜ自分が他人に対して絡もうとしてしまうのかとか、そういうことがよくわかるわけなんですね。うん。まあ、つまり、なんていうかな、瞑想っていうのは鏡を見るような感じですよ。だから鏡を見ないと自分ってわからないじゃないですか。例えば、あ、寝癖ついてるとかっていうのも鏡を見るからわかるわけですよね。だから、寝癖を発見したらじゃあ直そうかなっていうふうに、そういう発想になりますよね。だけど、鏡を見ずに常に他人ばっかり見てると、それは自分の、なんか、持ってるものとか、自分のダメな部分とか、そういうことに気づきませんよね。まあ、ダメな部分っていうか、その、自分が今行っている行動の元となっているものがどこにあるのかとか、そういったことに気づきませんよね。だから、例えばその他人を攻撃したりする人っていうのは、過去のトラウマとかそういったものに結構原因があったりするわけですよね。だから、主にその無条件の愛情を受けてなかったりするわけなんですよ。まあ、これ前回もお話ししたんですけど、まあ、人間っていうのは、まあ、愛情をしっかりと受けた上で、その安心感があるからこそ挑戦できるんですね。だから母親が抱っこするとか、母親が子供をなでなでするって、これ全然意味ないじゃんっていう人もいるんですけどね。行動主義っていうんですけど。だけど、まあ、その行動主義の人たちは、その、なんとかな、意味あることだけをしようとするわけなんですね。だけど、意味あることだけをしてれば人間はいいのかっていうと、そうではなくて、その、なでなでしてみるとか、抱っこしてみるとか、困っている人がいたら、ちょっとできることだったら手を貸してあげるとか、そういうことをすることによって、まあこれってはっきり言って意味はないように見えるんですけど、でも実はむちゃくちゃ意味があるんですよ。まあなんでかというと、そういうことをすることによって、まあ自分の中の愛情、まあ無条件の愛というものが、まあ育ちますんでね。だから育つと、それを母体としていろんなことにチャレンジできるわけですよ。だけど、それがないとですね、そこの部分がすっぽり抜けてると、すごく不安になったりとか、攻撃的になったりとか、いつも被害を訴えたりとか、そういうことをしがちなわけですよね。だから、まあ、他人に対して絡むとか、まあ、マウントを取ろうとする人っていうのはもうそうなんですよ。まあ、そもそものその愛情、まあ、無条件の愛情、愛着理論っていうのかな、まあ、愛情の部分がですね、まあ、育ってないからこそ、まあ、すっぽり抜けてるっていう状態になってるわけですね。だから、自分の中の安心基地がないというか、心の中の安心基地がない状態。だからこそ、まあ、チャレンジできないし、だからチャレンジできないってことは、まあ、お手軽なことをやっちゃいますよね。だから他人にマウントを取るとか。だからどんなことだって、もう理屈つければマウントって取ることできますよね。だからちょっとあの人よりも俺はこのことには詳しいとか、そういうことがあったりすると、もうそのことで得意になって、もうマウントを取るとか、そういうことをやったりとか。で、そういうことで、まあ心の中の不足感をですね、埋めようとする。みたいな感じですよね。だからこういうことってのは自分と向き合えばわかるんですよ。で、自分と向き合ってみて、ああ、そういえば自分っていうのは愛情足りてないなと。なんかいろんな人に絡んじゃったりしてるけど、これって自分の愛情が足りてないことから来てるんだよなってことが、まあ、わかるんで、じゃあ、まあ、むやみやたらと他人に絡むってことをせずに、まあ、じゃあちょっと愛情の部分埋めてみようかなと。だからその愛情を埋める方法っていうのはまあいろいろありますんでね。まあ、マッサージ受けるでもいいですし、動物飼ってみるでもいいですし、利他的に行動してみるでもいいですし、まあ、だから愛情を埋める的なことっていうのは、ちょっと意味がないように思えるようなことが割と多かったりするわけですよ。だけど、そういう意味がないように思えることをあえてしてみるとか、そういう発想も浮かんでくるんで、自分と向き合うってことは非常に大事なんですね。まあちょっと前回言い足りなかった部分があったんで、まあ今回追記という形でトークしてみました。ぜひ参考にしていただけたらなと思います。以上です。